上からは何も言ってきとらんのか。箱の在りかは突き止めましたが、警備が厳しく手を出せない状態です。引き続き監視しろ。好きならば盗み出せ。はい。本当にそんな箱があんのかよ。何でも願いが叶うって怪しすぎだろ。いや、一概にそうとも言い切れない。確かに途方もない話だが、箱とは単なる比喩で、とてつもなく強い武器のことを指しているのかもしれない。もしそうなら、うちたちは何としてもその箱を。うっせって迷惑。本当にそんな箱が存在するんでしょうか、大学さん。サガクレはかつてその箱のおかげで世界を手に入れる一歩手前まで行ったそうだ。捨ててはおけん。この後の連絡はどうなっておる。おかげさまにも私たち雲隠れと歩調を合わせるということで同意していただけました。当然だ。全ての里に関わる一大事、この際私利私欲は捨ててもらわねばならん。ん？何事？ん？事態は我らが思うよりも進んでおるようだ。やむをえん B を呼べ。こんなキラー B 様の手を煩わせるまでもね。こたびは万が一にも失敗は許されん。すぐに B を呼べ。昨夜雷影が襲われたそうだ。雲隠れはナルト、お前が犯人だと言っている。な、そんな俺は何にも。ああ、綱手のばあちゃん、まだ冗談ばっか。雲隠では上人が3人、岩隠でも2人殺されている。これが霧隠と岩隠から回ってきた犯人の人相書きだ。そんなナルトがそんなことするはずがない。何かの間違いです、綱手様。黙れ。でもこれは里同士の外交問題だぞ。俺じゃねえって。かかし先生、信じてくれよ。俺は昨日一楽でラーメン食って、そんで夜は鹿丸とずっと将棋をやってたんだって。ナルト、事の真相がはっきりするまでお前を宝月城を送りとする。なんだってばよ、その宝月城って。各里が草隠れに委託している忍びの監禁施設だよ。そこには誰でも入れるけど、誰もが出られるわけじゃない。各里の依頼を受けて問題を起こした忍びを監禁する場所さ。けど俺は何もやってねえぞ。誰かが俺を里から引き離そうとしてるに違いないしわよ。かけまんしんな。北斗、シチューロー。ちょっと待ってって。俺じゃねえ。連れて行け。俺は何もやってねえ。Thank you.
様よりお言葉がある。心して聞け。ここの責任者無意だ。ここへ送られてきたということは、君たちが里の信頼を全面的に失ったということだ。よって君たちは等しく価値がないということを忘れないように。俺ははめられたんだ。マジで何もやってねえんだよ。濡れ衣だってばよ。勝手に喋るな。君は何者かの陰謀でここへ送られたと。こんなことしてる場合じゃねえんだよ。早いとこ真犯人を見つけねえと、きっと里が危ねえ。我々草隠れが各里から受け負っているのは、ここに収監された忍びを決して逃がさないこと。どんな事情があろうと我々の知ったことではない。カトン天狼。我々一族に伝わる金庫術、この天狼ゆえに草隠れは宝月城の管理を任されている。その術式が胸に刻まれている限り、君はチャクラを練ることができない。ここから出る方法は二つ。一つは君の里から正式な要請があった場合、そしてもう一つは君が死んだ場合だ。体が自由になりゃこっちのもんだ。多重加減分身の術。なんだ、体が熱い、焼けるみてえだ。おお、大したものだな。天狼を受けてもそれだけのチャクラを練ることができるとは。だが逃げようなどとは思わないことだ。私から一定の距離以上離れれば天狼が発動し君を丸焦げにする。ついでに教えておいてやろう。カトンの天狼は水中では効力を発揮しない。しかしこの周辺の海は深く、流れも速い。飛び込めばチャクラを練る間もなく海の藻くずだ。様に天狼を刻まれたら、もう絶対にここからは出られん。まあ慣れたら、ここもなかなかいい場所だぞ。ほら、先輩たちも歓迎してくれとる。おい、新入りだぜ。いやいや、ずいぶん名誉つくんじゃねえかよ。後でたっぷり可愛がってやるぞ。その前に貴様らは身体検査。我が輩が直々に貴様らの体を隅々まで調べてやるからな。よ、あんた何やったんだ。だから俺は何もやってねえんだってばよ。どこは、俺は任務でドジ踏んじまってよ。ある村を皆殺しにするはずだったんだが、ちょいと仏心を起こしてガキを一人逃がしてやったのが里にバレちまった。それの何が悪いんだよ。あんた、里は木の葉だけど。木の葉ってのは随分甘っちょろい里みてえだな。なんだと。忍びにとって里の命令は絶対だ。どうやらお前ら木の葉は違うみてえだがな。何も知らねえくせに木の葉の悪口言うんじゃねえ。見てやがれ。ちょっとここから抜け出して俺をはめた野郎をぶっ飛ばしてやる。それくらいにしておいたらどうだ。なんだよ。その男の言ったことは正しい。この宝月城は里という大義名分を失った奴らの吹き溜まりだ。泥棒は泥棒、人殺しは人殺しだ。もう言い逃れはできない。言い逃れじゃねえっつってんだよ。バンダナ来い。自分が今穴の中にいることに気づいたら、もうこれ以上掘らないことだ。どういう意味だ。自分で考えろ。
服を脱げ。は？異常はありません。よし、そこで片足ずつジャンプしてみろ。は？なんでそんなこと。体に何か隠してないかを調べる。早くやれ。ったく。問題なさそうだな。なんだってばよ。まだだ。隠し場所なんかもうねえってばよ。パンツを脱げ。はあ、あ、やめろ。来るな。本日の運動時間は終了です。週刊誌は速やかに各自の方へ戻って。いよいよだ、マロイ。本日の運動時間は終了です。力グースか眠れるた。よっぽどの大物か、それともバカか。どうもこういうのは息苦しくてダメだね。分身を一体作るのがやっとだ。初日からグースが眠れるだ。よっぽどの大物か、それともバカか。仲間にならずに済んだってばよ。気づきやがった。一般の正面丸、今の佐藤を投げる方へ急げ。罰則第23条により懲罰房へ連行します。
あらら、捕まっちゃったか。もうちょっと頑張ると思ったんだけどな。でもどうします？規則では3日間の懲罰房入りだから、その間は手が出せませんね。監視どもの中にお花組のスパイがいるかもしれないもんな。こいつが人中力に間違いないんじゃな。いよいよ我ら草隠れが復興を果たす時、無意よ息子の無念、今こそ晴らそうぞ。速やかに決行せねばの。すでに花どもがここにスパイを送り込んでいるという報告も受けておる。ところで湯隠れの火山の始末はどうなっておる？火山はかなりの手だれ。我ら4人が出張らねば収まらぬだろうな。ご心配召されるが、こちらはあやつの弱みを握っておる。そこにいますか？誰だ？名乗るほどのもんじゃありません。それよりここを出たいですか？そんなことができるのか？どうすりゃいいんだ？無意を倒せばその胸の術式は解けますよ。なんでそんなことを教えるんだ！おい！待て！もう出てきたか。懲罰後は快適だったかね。こんなところにこれ以上いるわけにはいかねえからな。誰かが里にちょっかい出そうとしてるって時によ。それが私と何の関係がある？あんたを倒せば天狼は解けるって聞いたぜ。あんまやりたかねえけど、それっきゃ方法がねえってんのな。やめておいた方がいい。今の君では私は倒せない。そんなんやってみなきゃわかんねえだろ。つらおら、君にとって里とは何だ？この…君は里を守るために何の恨みもない者を殺したことがあるか？それができなきゃ里は守れねえってのかよ。その通りだ。ふざけんな！息をするのも苦しいだろう。君は今こんなはずではないと思っている。これ式のことでこんなにダメージを受けるはずがないと。戦えばどうしてもチャクラが動く。そしてチャクラが少しでも動けば天狼が反応して君の体を焼く。畜生、体が言うこと聞かねえ。一つ教えておく。君が里のためにどれほどの地獄を背負い込もうと、そんなものは里には何の関係もない。離せ、まだ勝負はついちゃいねえ。貴様、よほど懲罰房が気に入ったと見えるな。出てすぐに舞い戻るとは。ホオズキ城罰則第23条第6項、2度目は5日間だ。よく頭を冷やすんだな。君は里を守るために何の恨みもない者を殺したことがあるか？君にとって里とは何だ？
極楽の箱。悟りを生み、悟りを動かし、悟りに終わる。どちらにしろ、行き着く先は破滅だ。懲罰は今日で終わりだ。渦巻きナルト、出ろ。一楽には負けんだろうけど。なんだってばよ。やるんだったら相手になってやるぞ。こら！からいきなり脱走して懲罰房を出たと思いきや、あの無意に喧嘩打ったんだからな。チャクラの寝れない今の俺らじゃ勝ち目はねえ。それでもあんたは度胸満点で突っ込んでいったんだもんな。なかなかできるこっちゃねえよ。いや、なんか照れるってばよ。いやいや、マジな話、チャクラが寝れなきゃ忍びなんざただの人だからね。ここにいる奴らだってめったに揉め事なんざ起こしゃしねえよ。平和なもんさ。おい、揉め事だぞ。誰かが無意に突っかかっていきやがった。平和なんじゃなかったのかよ。いや、まあそのなんだ、あんたに影響されちゃったんだろうな。おい、こら止まるんだ。てめえをぶっ倒しゃこのクソいまいましい術が解けるんだってな。やめておけ。天狼を撃たれている以上、ここではおとなしくしておくことだ。死ねえ。草影流八波掌。時なって、あの無意って野郎許せねえ。俺はもう2年もここにいる。だから大抵のことは知ってるんだがよ、あの黒焦げにされた奴はある村に毒をまいて村人を皆殺しにしたんだ。なんでそんなこと。自分の意のままにならなかった女に復讐するためさ。命は大切にしな。あんなクズみたいな男のために体張ってどうする。本日の運動時間は終了です。中間者は速やかに各自の房へ戻り点呼を受けてください。繰り返します。本日の運動時間は終了です。中間者は速やかに各自の房へ戻り点呼を受けてください。
悪く思わねえでくれよ。分身を作るのも慣れてきたぜ。ま、この前は陸で失敗したからな。よし、今度は海だ。いくら流れが速くっても死ぬ気で泳げばどうにかなるってばよ。そんなところから飛び降りたら死ぬぞ。誰だ？なぜそうまでして逃げたい？お前は自分が今穴の中にいることに気づいたら、もうこれ以上掘らないことだ。俺の無実を証明するためだ。どうやって証明する気だ？それはもうわかんねえけど、どうにかするってばよ。たとえここから逃げ出せたとしても、お前は何も証明できない。うっせえ。誰かが犯人捕まえてくれんの、こんなとこでおとなしく待っていられっかよ。すまねえ、助かったってばよ。ん？ここの海はもう少し先へ行くといきなり海流が速くなるんだ。もしお前がそこまで流されていたら助けられなかった。ん？何をジロジロ見ている？おかま。誰がおかまだ！え？本当に女？誰にも言うなよ。俺はお前の命の恩人だ。それを忘れるな。検査室の前で俺が言ったことを覚えてるか？ああ。あれは下手に動くなということだったんだが、どうやら全然通じてなかったようだな。後先考えず無茶ばかりしやがって。お前本当に忍びか？そういうお前は何だってばよ。俺の名は龍絶、草隠れの暗部だ。渦巻になるとお前のことはいろいろ調べさせてもらった。俺がこのタイミングで宝月城に入ったのは、お前がここにぶち込まれるという情報をつかんだからだ。草隠れの暗部。おい、何が狙いなんだ？お前をはめた奴を知っている。本当か？一体誰なんだよ。宝月城の主、無意。無意は草隠れの上人だ。奴の家は代々トモリをやっている。トモリとは文字通り門を守る役目のことだ。その門の中にはある箱が入っている。箱？極楽の箱と呼ばれるその箱は、開けた者の願いを叶えてくれるそうだ。願いを叶える箱って、なバカな。本当のことは誰にもわからない。しかし陸道仙人の時代、草隠れはその箱を開け、世界を手中に収める寸前まで行ったらしい。そんでどうなったんだってばよ。それもわからない。ある日突然草隠れは壊滅したそうだ。それ以来対立する二つのグループが生まれた。
草隠れの復興を狙う草の実と呼ばれる戦争推進派と、戦争に反対する俺たち草の花。無意は身に属していて、奴らは箱を武器として使うつもりなんだ。俺たち花が掴んだ情報では、箱を開けるために膨大なチャクラが必要らしい。身の狙いは渦巻きナルト、人中力のお前が持っているチャクラと見てまず間違いない。じゃあ俺がこんなところにいるのも全部その身ってやつらのせいなんだな。俺の任務はどんなことをしててもやつらに箱を開けさせないことだ。そんだったら俺を助けない方が良かったんじゃねえか。俺が死ねばとりあえずは箱は開かねえはずだし。そんなことをすれば、己の目的のために他人を踏みにじるようなことをすれば、俺もあいつと同じになってしまう。あいつ？あの男は、無意は箱を開けるためなら手段を選ばない。自分の息子の命さえも差し出す男だ。なんだか。任務を遂行するためには無意を殺すしかない。無意は俺がやる。お前、あのおっさんと何かあったのか。お前の知ったことではない。無意が死ねば天牢が解ける。そうしたらお前の力で門を開け、箱を壊してほしい。この術は無意を殺さなきゃ解けねえのか。けどよ、こんなのへでもねえってばよ。無意を殺さなくったって俺一人でそんな箱なんかぶっ壊してやるぜ。簡単に言うな。やってやれねえことはねえ。この渦巻ナルト様をなめんなよ。渦巻ナルト、今は俺と宝月城に戻ってくれ。よし、やってやるぜ。カトン、鬼道路。また失敗だ。焦っちゃダメだよ。カトン、鬼道路。おい、自慢か。ああ、天才はいいよな。稽古なんかしなくっても何でもできちゃってさ。龍舌だって天才じゃないか。月経限界のことを言ってんのか。うん、龍明転生はすごい術だよ。あれはな、一回使ったら死んじゃうんだぞ。冗談じゃねえよ。いよいよか。うん、いいなムクは。
こんなにぼさっとしてんのに、草隠れ始まって以来の天才なんてチヤホヤされて、今度は里の英雄になれちゃうんだからな。もう帰って来られないかもしれない。怖いのか？だって僕はただねえ、リュウゼツは本当にあんな箱を開けちゃっていいと思う？当たり前だろ。だって里のためなんだからな。死ぬことが怖いわけじゃない。うまく言えないけど、時々自分の心を見失いそうになるんだ。お前が死んだりするもんか。約束しろムク、絶対無事に帰ってくるって。約束しろ。うん、分かった、約束するよ。今なら分かるよムク。あんな箱はやっぱり開けちゃいけないんだ。君にとって里とは何だ。君は里を守るために何の恨みもない者を殺したことがあるか。また懲罰棒を送りだぞ。ちゃんと分かってんだ。よくも俺をはめやがったな。どら！バカか、あいつは。この草陰流八波掌。これで懲りることだ。俺にとって里が何なのか真剣に考えてもくだんねえことしか頭に思い浮かんでこねえ。ラーメン屋とかエロいことばっか考えてた師匠とか、他人から見たらどうでもいいような思い出なんだろうけどよ。大月城罰則第23条第6項、3回目は1週間だ。今度懲罰房に貴様の表札を出しといてやるからな。急いでください。これが鍵です。これ以上待ってはいられない。無意をやればとりあえず箱は開かない。なるほど、あんたがお花組の資格ってわけか。ムイはここにはいねえよ。なんだか知らねえが、ちょいと野暮用があるんだってさ。俺の役目は終わった。約束通り、せがれに合わせてくれるんだろうな。
百変化の火山も一粒種には弱いのだな。もう変化を解いたらどうだ。あんたたちの命令通り、あのガキに化けて殺しまくった。約束は守ってもらうぞ。約束は守ると？お前が消えればな。体が動かねえ。動けまい。我ら草隠れは金庫術の多彩さでは右に出る者はおらん。約束通り息子にはちゃんと会わせてやる。あの世でな。くそ。ああ、うわ。こりゃひとたまりもないわ。クワバラクワバラ。もう無理か。これで一安心だぞ。なぜ俺を逃がした？あんたの任務は無意の暗殺かい？だとすりゃ極楽の箱の言い伝えはやっぱり本当だってことか。箱をお前たちの好きにはさせない。そんなもん俺にはどうだっていい。俺はまろやかに生きていきたいだけさ。天狼がある限りここからは出られねえ。ならば無意にくっついてた方がお得ってだけの話でね。何が言いたい？わかんないかな。無意がくたばれば俺はここから逃げ出せる。あんたは任務を完遂できる。だとしたら俺とあんたは敵じゃないってことさ。何を企んでいる？俺が舞台を整えてやるよ。どうしてお前を信じられる？草隠れがなぜよりにもよってこの場所に宝月寺を築いたと思う？一つは極楽の箱を隠すため。もう一つは週刊誌のチャクラを使って箱の開け方を研究するためさ。ここに入れられた奴はもう死んだも同然だからな。俺だっていつチャクラを抜き取られてミイラにされちまうかわからねえ。こう見えても俺だって必死なわけよ。お前何者だ？なぜそこまで知っている？ただの無意の腰巾着さ。でどうする？俺にかけてみるかい？渦巻きナルト、出ろ。グズグズするな。またせよるわ。無意は里のために息子を差し出すほどの男、間違いはあるまい。もうすぐだ。今度こそ世界は草がくれに、いや我ら四人の足元にひれ伏す。あのマロイってやつを信用したわけじゃないが、今はかけてみるしかない。極楽の箱は何でも願いを叶えてくれるんだよな。だったらお前ら草の花はなんでそれを利用しねえんだ。使い方によっちゃ世の中を平和にできるんじゃねえのか。あれはリスクが大きすぎる。平和のためには戦争さえ辞さないという考えを人々に植え付ける。あんなものこの世に存在しちゃならないんだ。
一つ聞いてもいいか。なんだ。無意の息子ってお前の何なんだ。なぜ。その話をした時お前なんだか必死だったから。名前はムク、俺の親友だった男だ。そっか、それだけ聞けりゃもう十分だってばよ。俺はお前を信用できる。天狼は怖くないのか。そりゃ怖えさ。だけどもっと怖えのは自分の心が折れちまうことだ。時々自分の心を見失いそうになるんだ。わかった。何しやがんだこりゃな。このざけんなこの野郎。ついで食事もできやしない。よよ、何のさばきよ。おお、俺の懐かせ。うるせえっての。俺の関節。何暴動。早く行って奴らを止めろ。うわー、やめろ。姉様、ここは天狼の術で暴動の鎮圧を。この程度の騒ぎは貴様らで何とかしろ。はい。どうだとじじいが。あっ、だって今回はかと。龍舌が無意の野郎を引きつけてる間に、こっちは箱の閉まってある門を見つけとかねえと。確か真ん中の段の左から3番目の青い本だっけか。この中に何でも願いを叶えてくれるっつうふざけた箱があんだな。俺の考えが正しけりゃ、あのおっさんを倒さなくっても天狼は解けるってばよ。ないな。待て。くそ。
とうとう人中力を捕らえた。天牢を解きます。はい。ここから先は集中せねばなりません。一人にさせていただきとう存じます。このチャクラの量、やはり大したものだな、人中力とは。てめえ、息子までその箱にくれてやったんだってな。そうまでして、そんなもん開けなきゃいけなかったのかよ。すべては草隠れの未来のためだった。未来を言い訳にすんな。今、目の前にあるちっぽけなもんも守れねえ奴に、未来を語る資格なんざねえ。私は前に君に尋ねたね。里のために何の恨みもない者を殺したことがあるかと。そんで俺は答えたはずだ。ふざけんなってな。同感だよ。私と君は同じだ。だからこそこの箱を開けねばならないのだ。
楽の箱って門そのものだったのかよ。なんと荘厳な。これで我らの悲願が叶う。無為、無為はどこだ。早押せ。箱は灯であるお主の願いを叶えてくれるはずじゃ。おお、無為か。早く草隠れの復興を箱に願うのじゃ。亡くなられたご子息もそう望んでおるぞ。箱よ、今こそ開きたまえ。極楽の箱よ。願わくは息子に。どうか無垢に会わせたまえ。極楽の箱よ、私の願いを聞いてくれ。何を。血迷うとか。無為、私の中では草隠れの沙汰などとうに死んでいた。そう、無垢を失った10年前のあの日から。覚えはないが。うるせえ。本当はてめえもぶっ殺すつもりだったんだ。貴様は百変化の火山。あの世は確かに始末したはず。なぜだ。ただの気まぐれだ。すべてが片付いたら私は喜んで君に打たれる。しゅしゅ、無為、てめえがいなきゃ俺もせがれもやられてたところだぜ。この百変化の火山をよくも愚弄してくれたな。俺無為、裏切りよって、初めから息子を生き返らせるつもりだったな。すまなかった。父さんが間違っていたよ。Wait!
そう、父さんは間違ってたんだよ。僕を箱から出すべきじゃなかったんだ。何してんだよおめえは。ムイのおっさんはな、ムク、どうしたんだムク。そんなのムクらしくない。流絶、本当の心を失っちゃダメだ。箱に取り込まれる前の自分を取り戻して。ムク、なんだ、嫌なチャクラを感じるってば。知ってるやつじゃねえみたいな。私の方こそ忍び失格だな。泣いてる場合じゃねえ。千人モードってやつは分身を使ってどっかで自然エネルギーを貯めてやがったな。自然エネルギーは外からもらうもんなんだ。体内のチャクラを練れなくする天狼は効かねえ。何をするつもりだ。あの箱をぶっ壊しゃあいつも正気に戻るかもしんねえ。先方、大田原戦艦中で何度も試したけど、この箱は壊せない。おめえ、なんで無意のおっさんを殺しやがった。息子を箱にくれてやった男に感謝しろと。無意のおっさんはな、やり方は間違ってたかもしんねえけど、ずっとおめえを助け出そうとしてたんだよ。世界中を敵に回してもおめえのことばっか考えてたんだ。無駄だよ。君の攻撃では僕を捕らえることは不可能だ。なんであんなでかい的に当たらない。化け物には化け物だってばよ。口寄せの術、化け物だ。なんじゃ化け物だ。いや、成り行きでつい。それになんじゃこの窮屈な。なんじゃナルト、なんで小金のところに極楽の箱があるんだら。おやべ、知ってんのか。知っとるよ。なんだ、ありゃあ陸道仙人の時代の最終兵器やぞ。それにありゃ悟りやないか。悟り、それがあいつの名前か。極楽の箱、悟りを生み悟りを動かし悟りに終わる。奴は敵を捕獲して箱にぶち込む。まあ箱の操り人形じゃ。それに人の心を読むよ。極楽の箱はの、どがな樹式かわからんが、中に取り込んだ敵を味方に作り変えよるんじゃ。
ナルト。私は最初からそのつもりだったがの、それを読まれんようお前の心意気を利用させてもらったんじゃ。大体あがなもんにぶっつけ本番で勝てるわけがなくろうが。誰か悟りをコントロールしよるのか。誰も。じゃったら悟りは暴走しよる。こいつらはみんな箱に取り込んだら、あとは手当たり次第じゃ。そのせいで昔はいくつも国が滅んだんじゃけど、どうすりゃいいんだってばよ。悟りにされたもんはもう人には戻らん。あいつを箱に戻すか殺すか、二つに一つじゃ。叶えてくれる箱じゃなかったのかよ。そんなもんあるかよ、ポギ。お前の願いは何じゃ。平和か、金か、それともこの世界か。何を願っても力に頼らな手に入らんもんばかりじゃ。あの箱から出てくるもんは邪悪な力だけじゃ。けど無意のおっさんは息子を助け出したかっただけで。人間っていうのはどこまでめでたいんじゃ。リンゴを箱に入れとったら出てくるのもせいぜい腐ったリンゴくらいのもんじゃ。来るぞ。銃かけなしんな術。考えを読む言いよるのが、方法があるとすりゃ何も考えんこっちゃ。何も考えるなって。これで戦術を体得しても恐怖から自由になれるわけじゃない。おら！逃がすなよ、ナルト。分かってるってばよ。ナルト！
な箱を開けたやつは早々に退散しなきゃ。レッツゴー。タコのおっさん、とってもボーイにゃこのビーが伴奏。いやだってばよ。ナルト、みんな、綱手のばあちゃんまで。なんでみんなここに。これはお前の任務だったんだ、ナルト。最初から誰もお前を疑ってなんかいなかったってことさ。心細い思いをさせたな。あんたのことだから、本当のこと言っちゃうとまた暴走しちゃうでしょ。いやー、Bさん、間に合ってよかったぜ。俺の任務は極楽の箱の情報を集め、あわよくば盗み出すこと。ついでに B さんに言われて、あんたを守ることだったってわけよ。え？わかんねえかな。名乗るほどのものじゃありません。おい！その声は。無意を倒せば、その胸の術式は解けますよ。B さんからあんたの性格は聞かされてたんだね。ああ言えば、あんたは騒ぎを起こすと踏んだのさ。騒ぎを起こしゃ懲罰棒行きだ。懲罰棒ほど安全な場所はないからね。ん？じゃあ最初の夜に俺をさらいに来たのはなんで？いやとにかくまずはあのクソ忌々しい門を開けなきゃと思ったんでね。マジマジ、もちろん門が開いたらあんたのことは助けるつもりだったよ。どうやって？まあいいじゃねえか、とにかく無事だったんだからよ。そんなことより今はあの化け物だ、来るぞ。こいつ、絶対俺のこと見殺しにするつもりだったな。まだ見えない話、けどありえないお前、話。そのヤバい箱を閉めるのは俺、そしてお前、閉めるのは俺。なるほど、こうやって動いぜ。全てかわすなんて、あいつは人の心が読めるんだ。くそ、余裕かましやがって。もうやめろ、ムク。あいつ、龍舌が飛び出してくるのが読めなかったのか。なんでだってば。なんで龍舌の動きだけ。こうなりゃ一か八かだってばよ。ナルト、もう一度千人モードになる。みんな時間を稼いでくれ。あっ、千人モードになるまでナルトはしばらく動けない。みんなでナルトを守るぞ。Ah!
天。それは無垢じゃない。草隠れの不始末は草隠れが片付ける。うわ、カトン鬼ドアラー。水遁鉄砲魚。バカ野郎、天狼が刻まれてんだぞ。やめろ。俺は一人で戦ってるんじゃねえ、里のみんなと一緒なんだ。行くぜ。なんでだ、なんで急に当たり出したんだ。あのガキからさっきがまるで感じらんねえ。一体どういうことだ。この箱の中がどんなだか想像できるかい。出口もなければ壊すこともできない。完全なる闇の中にただ一つの感情が渦巻いている。それは黒くて大きくて細胞の一つ一つに染み込んでくる。僕はその感情に対して研ぎ澄まされていった。自分を苦しめる全ての感情が曖昧になり、父さんをこの手で殺した時完全に消滅した。僕を縛りつけるものはもう何もない。いい気分だ。いい気分だって。今の僕は恐怖しか感じない。箱の外に出てしまった恐怖、僕を攻撃しようとする者たちへの恐怖。僕には人の心なんか読めない。体が勝手に恐怖に反発しているだけみたいだ。だからよくわかる。今の君には恐怖がない。それな、父ちゃん殺して手に入れたもんか。父さんは死ぬことで僕に本当の強さをくれた。迷いのない真の強さをね。無意のおっさんがくれようとしたもんはな、そんな見せかけの強さなんかじゃねえ。おめえの目にはもう痛みは映らねえのか。おめえの耳にはもうおめえの名前を呼ぶ声は聞こえねえのか。おめえの心にはもう誰かを守りたいっていう気持ちも、悲しい時に慰めてくれた一杯のラーメンの思い出もねえのか。まだわからないのか。そのくだらない感傷を利用して里は僕たちをがんじがらめにしコントロールしてきたというのに。つながりを立て、そうすれば
君も僕のいる高みに登ってくることができる。影分身の術、おめえこそまだわかんねえのかよ。いくらつながりを断ち切ったってな、強くなんかなれねえ。つながりを求めて求めて、それを守り通そうとすんのが本当の強さなんだ、おめえの父ちゃんみてえにな。そんなのちっぽけな人間のちっぽけな言い訳にしか聞こえないよ。お前、いい加減にしろ、ムク。なんでそんなひどいことが言えるんだ。目を覚ませ。おい龍舌、ムイは、お前の父さんがお前を裏切ったことなんか一度もなかったんだ。こっちに帰ってこい。私との約束を忘れたのか。オーダバーラ戦団、の動きを読めなかったのは、こいつの心に恐怖がこれっぽっちもなかったからなんだぞ。天狼ってのはよ、本当は金庫術なんかじゃねえんだろ。チャクラが寝れなきゃ誰もわざわざ喧嘩しようなんて思わねえ。あんたのその手は争いをやめさせるために作られたんじゃねえのか。悟りってのはもう人には戻らねえ。もしあんたと俺が同じなら、俺が今何考えてか分かるはずだ。お前何を言っている。てめえに言ったんじゃねえ。このしっかりしろ、ムイノンさん。私の全てもの償いだ。
さん。ムク。流絶。父さんの手、やっぱり大きいな。ここまで逃げ切れる奴らはいないな、こりゃ。帰ってくる。僕の願いはね、リュウゼツ、ただ静かに暮らすことだ。この場所で父さんと、そして、今なんて言った？
ずいぶん時間がかかっちゃったね。おかえり、ムク。どんどん弱まってる。ナルト、しっかりしなさい、ナルト。何よ、これくらいのことで。どけ、サクラ。私が変わる。ですが。この深手ではもう手の施しようが。私は龍雪、命を分け与えし者。渦巻きナルト、せめてお前は生きてくれ。我らが一族に伝わる奥義、竜明転生。ムク、この子はね、あの頃のムクととっても似ているんだよ。笑っちゃうくらいちっぽけなくせに、びっくりするくらい大きいね。この子なら、この子ならきっと私たちが守りたかったものを守ってくれそうな気がする。最後にお前と会えて本当によかった。せめて今は私がお前の道しるべとなろう。ナルト、これからはお前が人々の道しるべとなれ。誰も道に迷わないように、誰も悲しまないように。脈が戻ってきた。そっちはどうだ。さくらちゃん、その手のばあちゃん。何も言うな。話はこの傷が癒えてからだ。声が、龍舌が俺のこと呼んでた。ナルト、俺真っ暗なとこにいて、冷たくて心細くて、ムクってやつもずっとあんなとこにいたのかな。箱の中でずっと一人ぼっちで。もういい、ナルト。出口なんかどこにもねえんだ。そしたら龍舌の声が聞こえて。綱手のばあちゃん、龍舌はどこだ。めんどくせえこと後回し、そりゃ治ってからする話でなきゃお前なんか無視。バカ野郎、この野郎。いいえ、風くぐり抜ける、ゆらゆら燃え上がる魂。
無意のおっさん、俺にとって里って多分んなことをいちいち考えなくっても素直に空っぽになれる場所なんだってばよ。俺絶対に諦めねえから、ちっぽけでもみんなの大切なもんを守れる男になってみせっからな。道しるべってそういうことだよな、龍舌。全て行け！俺は何もやってねえ！私、不自然じゃなかったですよね。綱手様も人が悪い。人相書きが回ってきてから、ナルトには24時間体制で監視をつけてたっていうのに。何を言うか。あえて敵の策に乗ってやろうと言い出したのはカカシ、お前だぞ。後でナルトによく謝っておけ。そんな、俺ですか。そもそも綱手様が木の葉と雲の共同作戦だから慎重に行きたいって。うん、敵を欺くにはまず何とやらだ。ああ、ナルトきっと傷ついてますよ。帰ってきたら一楽のラーメンを腹いっぱい食わせてやるか。